皆様こんにちは、数学ラブです。損益算を数学するの SPI 編で、今回は中級編の問題2番を実際に解いてみましょう。ちなみに私は就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿しています。また学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。ある店は原価1足350円のソックスを2割増しで3足1組として販売している。さらに3足1組を購入する場合は、その3足1組は1000円で購入することができる。3足1組を1つ購入した人が10人で、3足1組を2つ購入した人が25人の時、利益はいくらですか？答えは6100円です。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。3足1組を1つ購入した場合の利益を見ていくと、原価が1足350円、その2割増しで販売しているということですので、かける0.2、そして3足1組ですからかける3、この計算をすると210円。3足1組を1つ購入した場合の利益は210円ということがわかります。では3足1組を2つ購入した場合の利益を求めていきましょう。まず最初に先ほど求めた3足1組を1つ購入した場合の利益、こちらが210円となります。そしてさらに3足1組を購入する、そういった場合の売り値は、3足1組は1000円で購入することができるということですので、売り値が1000円となっています。そこから原価1足350円の3足組ですからかける3、こちらを引いてあげると、この式がさらに3足を購入した場合の利益となります。ですので最初の3足と今求めたさらに3足買った場合の利益を足してあげると160円ということがわかります。そして問題は、3足1組を1つ購入した人が10人、3足1組を2つ購入した人が25人ということですので、210円 ×10 というのと160円 ×25、 これを足してあげればいいですから、答えは6100円となります。ではまとめです。損益算で利益が出る場合は、希少価値等があるとき、つまりプレミアがついた場合は、売り値は定価より高くなり、仕入れ値はそれより小さいということになります。通常価値のときは、定価は売り値以上となり、売り値より仕入れ値、原価が小さくなります。この場合は利益を求めるには、売り値から仕入れ値、原価の金額を引いてあげればいいという式が成り立ちます。損失が出る場合を見ていくと、在庫処分をするときは定価より仕入れ値、原価が小さくなり、それよりも売り値の方が小さくなることがあります。こういった場合は損失が出まして、それを求めるには仕入れ値、原価から売り値の金額を引いてあげればいいという式が成り立ちます。損益算によく出てくる言葉を見ていくと、 A の2割というものがあります。
この A には定価、仕入れ値、売り値などの言葉を入れてください。 A の2割という場合は10分の 2×A または 0.2×A と表すことができます。 A の2割増しという場合は 1+10分の2×A または 1.2×A で表すことができます。 A の2割引きという場合は 1-10分の2×A または 0.8×A で表すことができます。 A の 20% という場合は 100分の20×A または 0.2×A で表すことができます。 A の 20% 増しという場合は 1×100分の20×A または 1.2×A で表すことができます。 A の 20% 引きという場合は 1-100分の20×A または 0.8×A で表すことができます。いかがでしたか？今回は SPI 編損益算の問題2番を実際に解いていただきました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまっておりますので気軽にお寄せください。Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。